食べるやつちゃうやん、これ絶対。ああ、口がやばい。やばい、口だ。では激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、ということで今回ですね、スペシャルゲスト、元WBA 世界、もういいから。これ必死に勉強してきたと思うんですけど、もう大丈夫です。はい、元世界チャンピオンの亀田大輝さんです。今日はよろしくお願いします。はい、赤い壺という、激辛専門店に、今日来てます。で今日ですね、大輝さんに激辛賞金チャレンジ、こう完食した激辛メニュー完食した3万円というね、激辛チャレンジをさせていただくことになりましたと。ちなみに辛いの得意ですか？いきなりって知ってませんね。もう前のやつで僕もトイレから出れなかったんですから。本当ですか？僕のね、出てくれたじゃないですか、前回激辛ペヤング、前回やったやつ、はい、あれ8倍ですからね、8倍ペヤング生配信でちょっとやったんですけど、はい、あれちょっと手痺れてましたもんね。痺れてましたね。今回はそれ以上に多分やばいと思うんで、賞金3万円ですけど、はい、どうですか、いけそうですか？いける気がしないんですけど、僕も男気見せて頑張っていきたいかなと思いますね。今日よろしくお願いします。東京港区にある旨辛ダイニング赤い壺、日本はもちろん世界中の唐辛子を使った辛いだけではない旨辛料理を楽しめるお店です。今回はこちらの激辛メニューにチャレンジしていく。まずはフライパンに自家製ラー油、ニンニク、コチュジャンを入れていきます。使用する唐辛子は過去に世界一辛い唐辛子としてギネス認定されたトリニダートスコーピオン。1個食べただけでも強烈な辛さと痛みに襲われ病院送りになるケースもあります。続いて事前に仕込んでおいた牛肉を入れ、玉ねぎ、ぶなしめじ、ネギ、人参などの野菜も煮込みます。続いて牛のだし、三温糖を入れ、よくかき混ぜた溶き卵とニラを加えます。熱々に熱した丼へスープを移し、最後にトリニダードスコーピオンをトッピングしたら完成。メイドの土産、ユッケジャンクッパのお目見えだ。で、制限時間どうします？もうジョニーさんに決めてください。うん、まあ、20分ぐらい。20分かかんない気がしますけどね。どうだろう。やっぱ暑いからっていうのもね。あ、そっか。まあ20分にしましょうか。はい。いただきます。じゃあ先にちょっとしますね。いっちゃってください。うわー、暑いわこれは絶対。暑いと辛さより増しますからね。そうですね、やっぱり。これなんだこれ、ニラと、こちらニラと牛肉、ユッケジャンなんで、あと溶き卵が入ってますね。あ、それはありがたい。はい、ちょっとマイルドになるかもしれないですけど、どうでしょうか。あかん、変な顔ってもさ、匂いがすごいです。あー辛いなー。いい顔しますね。むちゃくちゃ辛いな。これちょっと僕映させてもらっていいですか？あーいいですよ。一撃で吹き出てきてんけど。ごく激辛ペヤングこの前食べたじゃないですか、はい、どっちが辛いですか？一口目は正直来るんですけど、中盤戦ぐらいがめちゃくちゃきついんですよ。一口では正直じわじわ来ると。いや、めちゃくちゃやばいよ今でも。ただ暑いから20分でしょ、もうやばいじゃないですか、もう食べないといけないですよ、はい、じゃあちょっと僕も行かさせていただきます。こっち身もありますか？荒刻みにしたやばい唐辛子も入ってます。これいただきます。ふーって言わないですね、うーって言うんですね。あ、ごめんなさい。ちょっとむしゃぶりというか。さすがチャンピオン。さすがチャンピオン。熱ないんですか？わあ、熱いでしょ。あ、ちょっともう僕行きますよ。はい、今もう1分半ぐらい。え、あぷ、これダメですか？途中ダメやな。これはダメだ。そうだよな。これやったらもうな、それはあかんな。じゃあもうこれ下げといて、あったら手伸ばしてもらうから。水はいいんですね。水はいいんですね。いや、そうなの。うまいですね。キノコとかも食感コリコリで、あったいな。カプサイシン効果で汗だく祭りですよ。ああ、5分経過です。長引けば長引くほど辛さがきつくなっていくんで、
早く食べ終わった方がいいかもしれないですよ。何です。うわすごい、お二人ともすごいですよ。ちょっと待った、もうすごい、もう5ラウンドぐらい戦った後みたいになってますよ。もう終わりそうっす。賞金チャレンジなんで最後チェック入るんで綺麗に食べとかないと。もう僕はあとこれしか残ってないです。僕別にそれ以外もやっつけて大丈夫ですか。あーごちそうさまでした。なんでスプーンでこれ隠してるんですか。全然僕の方から見えるから見えますよ。え、これさっきチャンピオン言ってもらいましょうか。さっき言ってもらいましょう。さっきチャンピオン、どんなもんか見たい。もしかしたらこれ一つはどっちかの一つはトマトっていう可能性もあるもんね。確かに、うん、明らかにトマトみたいな見た目じゃないですけど、これも一応これも全部食べて口の中あ飲み込んであなしで完食ですから、はい、じゃあ行きます。じゃあお先に。うん、何スコビル220万。そうでしょ、すごい。大輝さん、ちょ僕の口の匂い嗅いでもらっていいですか。いやいや、うん、そうなんだ。いや、これ食ってなくても嫌やけど。いやいや、だからやめて。これすごい独特だ。あ、ほんまするわ。やばいですよね、トマトの匂い。いやトマトじゃないわ。ほんま行くよ。ほんま知らんよ。はい、ほんま行くよ。食べろ食べろ。どうですか。やばいね。これじわじわきますわ。食べました。ごちそうさまなんこれ。腹痛くなりますもん。いった。てっか食べるやつちゃうやんこれ絶対。ああ、やばい、口がやばい。すごい。やばい、やばい。口だ。顔真っ赤で。水が水足りません。水足りません。いった。痛い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 。食べきりました。はい。食べきりました。ごちそうさまでした。あでも食べちゃう。見せてもらって。あ痛い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 。痛い痛い。これえぐい、これえぐいえぐいえぐい、あーえぐい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 、やばいよやばいよ、マジでやばい。ボディーブロー来てます。はいはい、水水水。大輝さん練乳です。練乳かき込んで保護して胃粘膜。痛い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 。2位まで痛い。牛乳も飲んだ方がいいと思います。牛乳飲んだ方がいいです。牛乳さっきの。緊急事態緊急事態。後からすごいジョジョ来てますね。すごいですね。見ればあかんだろ。こっちは命がけだぞ。マジで。ずっと開いてますよ。目ギンギンだぞ。命がけだから。これえぐい。もう牛乳持ってきて牛乳。あいいよ、それ一回切っていいか。気持ち悪い。マジでこれ結構相当食べた後口の中激痛だし体調悪くなるかもしれないですね。えぐい、マジでえぐい、えぐい、これやばい。いやーやばいやばいやばい。もう時間内完食ですね。記録は大体14分くらい。おめでとうございます。匂い、匂い。賞金3万円。これえぐい。マジえぐい。これやばい。僕もちょっとお腹がチクチク。ありがとうございます。ちょっと大輝さんはそれどころじゃないと思うんで。おめでとうございます。大丈夫ですか。
はい。賞金いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ激辛あるあるなんですけど、食べ終わった後すごいテンション低くなるんですよ。この魂抜かれたみたいな、その感覚ですよ。だからもう引退します。次回はもっと辛いところの賞金。これより辛いもんないから多分。あるんですか、ジュニさん。ないよね、あの塊より辛いもん。スコビル的に。いや、あるっちゃありますね。ただ、これ以上行くのはマジでちょっと相当な覚悟ではないので、今回多分この一発が一発だけだったんですけど、もっとやばいので、もユッケちゃん自体が全部あの感じになったりとかうーみたいな、一口目でうー無理あ、もう大丈夫です、カットしてるってか。というわけで今回ですね、亀田大樹さんとゲカルチャージということで、賞金おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと正直僕ね、人間のことはね、はい、人のこと嫌いにならないんですけど、ちょっと、はい、もしかジョニーさんちょっとアレルギーかな。いや、アレルギー、僕は悪くないですよ。いや、悪くないです。ただでも、好きなものでアレルギーってあるじゃないですか。まあ確かに。好きなんですよ。はい。だから、はい、もう二度と、はい、ひどいじゃないか。